マリエ、今日も死にたくなかったか。死にたくなかった。明日も死なないな。死なない、死にません。なんでそんなに近いの。まあバカバカしい確認だから、ちょっと近くもなるよ。周囲の人たちの間で僕の死は不本意にも複雑に味付けされた悲劇と受け取られることになる。それが心残りで、そして残された母が不憫で、僕はこの母の実家でもあるカリフォルニアというダサい名前のドライブインに幽霊になってやってきたんだ。そうだ、奇跡、奇跡見せてあげる。ね、ね、奇跡。まあ見てて。さて皆さん、私の手をご覧ください。すごい。あんたいつ仕込んだんだこれ。実験よ。これぞっていう時のためにこっそり2年間準備してたの。人間一つは飛び道具を持ってなきゃね。私たちは大抵のトラブルは花を見ることで乗り切ってる。私、今日東京から来ました極東投稿芸能者の若松と申します。ほらマリエ、こういうのは鮮度が大切さ。うん、妹さんの歌手デビューの件でお話ししたいんですが。え、なめろマリエ、なんなら俺が先にやめる。お兄さん、甘い。お兄さん、甘い。お兄さん、甘い。お兄さん、妹さんを東京でデビューさせたいんですが、お話を聞いてもらえませんか。母は次の日の夜、マネージャーの若松さんと一緒に東京に向かう寝台列車に乗った。別に歌手に憧れていたわけではない。理由があった。彼女にとって誰かに連れ去られるということ、そこにはすごく大切な意味があったんだ。それはともかく、母は列車の中で早くも未来の僕の父に出会っている。出会った途端に二人は初めから決められてたみたいに簡単に恋に落ちた。結婚して僕が生まれても彼は母に歌手の仕事を続けさせた。いい感じの時期だった。もちろんいい感じは長続きはしない。そして生活はその後の方が長い。マリエが帰ってくるんだ。はあ、マリエが帰ってくるんだよ、この店に。本当ですか、マリエさんが。すごい。昨日連絡があった。甥っ子のユキオも連れて帰ってくる。なんでだ、なんでだ。え、あんた、いつもそうだよ。傷ついて帰ってくるんだよな。なんかこの辺さ、かさぶたみたいに出っ張って帰ってくるんだよ。お、俺たちがへこんでその穴にボコッと収まるように迎えてあげたいんだよ。ただいま。おかえり。食ってろ。出てった時より荷物が増えてるじゃないか。お金のかかる荷物がね。写真でしか会ったことないな、ゆきおくんかい。こんばんは、けいすけおじさんだよ。あ、この子はアルバイトのえみこちゃん。こんばんは。どうした、耳聞こえないみたいだぞ。この子、耳に障害があるのよ。父親が死んだ時のショックでね、人の言葉が聞こえないの。不思議なものでね、ラジオとか他の音は聞こえるのよ。弱い子だわ。正確に言おう、僕は父の首吊り死体の第一発見者だった。誰かにこれを伝えなきゃいけない。それを僕の心は激しく拒絶した。それでも前向きな僕は気持ちをねじ伏せて警察に電話してこう言った。お父さんが首を吊った。その瞬間、その言葉が僕に聞こえる全ての言葉を犠牲にしたんだ。ユキオ、お前はな、この竹早町に300年伝わるまれごと氏の末裔なのだよ。何さ、まれごとって。俺たちの土地でいう天災のことだ。災い、地震だの台風だののことをまれごとっていうのさ。ところがまれごとっていうのは実は悪いことばかりじゃないってのがややこしい。というと？面白い。地震とか台風とかどうだ、怖いけどワクワクするだろ。パニクる？パニクってる時は大抵人は半笑いさ。そこで昔の人は偉いことを考えたもんよ。年に一度祭りの日にわざと災害を起こして回るまれごと師という役割を作ったのさ。そこでお上はわざわざ目の見えん人間にまれごとを起こさせた。わかるな？え？それって300年前まれごと師に選ばれた目を病んだ宿屋の主人、それがわしらの先祖なんさ。大概のまれごとはシャレで終わった。
ビコ家で一番すごい真似事をやったのは実は俺なんだ。マリエはまだ高校生だったな。それ以来その監修は中止になってしまった。そう、あれはお前のおばあちゃん、まあ俺のかみさんの初子な。初子が裏の竹林で首をくくった年だった。明夫ちゃん、おらんのか。おらん、今おらん。そうか、明夫ちゃん戻ってきたら伝えてくれない。おう。正蔵さんのことな、怒ったことは阿鼻子にしてもどえらい大変なことだと思うけども、戻ってきてもかくまうなーって、いくら稀事しても行き過ぎとおるで。正蔵さんの処分は祭りの実行委員会で話し合うってから、しかるべきあれをするからさ。わかったよ。違うってお兄ちゃん、私死のうとなんかしてない。じゃあなんでまた天井にロープつった。見てただけ、見てただけだって言えば、私お兄ちゃんなんかより全然冷静だもん。あの頃は明夫もマリエものびのびとなまっとった。だったらこんな紛らわしいことするな。いいか、母ちゃんは俺たちを捨てたんだ。自殺なんて全然綺麗なことじゃない。自殺は汚かった、綺麗じゃない。死ぬ気なんかないよ。私はただお母ちゃんが首をつたロープを見ていたかった。お母ちゃんがどんな気持ちで死んだんか考え続けていたかっただけさ。あんたの母ちゃん首つったんか。一週間前私が竹林で見つけた。大勢捕まずりましただと思った。なんだこりゃ。あきおちゃん、これ何？親父が着せたマレゴト氏の衣装だ。どうして。マリエ、それお母ちゃんの。どうしてどこまでも追いかけてくるの。マリエ、ま、サウナ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 。エミコちゃん、お湯と塩、それからあれ洗面器。あんた、私に任せてください。やめてくれ、あんたに何がわかる。お兄さん、あなた知らないだろうか。何をだよ。東京でも旦那が死んでから何度もマリアがこういうことになってたんだ。マリアがどれだけマスコミの餌になったか、この人の14年間を知らないだろう。あんた東京のマリアの何を知ってる。知らないくせにごちゃごちゃ言わないでもらいたい。死んでいい、死んでいい、死んでいい、死んでいい。若松、14年前あんたが私を乗せた寝台車の音がそんな風に言ってるような気がして、私は眠れなくて売店のところに立ってたの。そこにあの人も眠れなくてブラブラやってきたわ。私を見て彼なんて言ったと思う。列車の音がまるで死んでいい、死んでいいって言ってるみたいですね。だってわかるでしょう、そういう出会いだったの。初めからどっちかが死ぬって分かってたわ。マリア、お前は東京に行って全てを失って帰ってきたと思ってる。でも何も残せなかったわけじゃない。お前は歌を歌った、旦那を愛した、子供を産んだ。それらの事実はちゃんと宇宙に混ざり、次に人々が出会う宇宙はお前がかつて歌い愛し産んだ宇宙なんだ。お前は全世界に影響を与えてるんだ。無力じゃない、インチキだ。何が宇宙だ、くだらねえ。死んだら終わりだ、それまでよ。宇宙ってのは黒い幕だ。そこに針で穴を開けたのが星さ。よく覚えてくれ。見えるとこまでしかないんだよ、宇宙は。言葉なんか信じまえ。おあつらい向きで。おい、今日が祭り最後の日だ。マリエごとに行ってくる。アキオ、マリエ、お前とユキオロも暴れてくる。それでチャラにしよう。同じことの繰り返しだぞ。そうだよ、今度は俺がチカにすればいいことさ。俺にも暴れる権利があるんだ、この野郎。マリエさん、
あんた手品使ったな。本当だ。マリエさん、竹の花が咲いてる。そして私は美人になりました。今日が120年目だったのか。それが本当に奇跡なのか。全員がマリファナ入りのお茶を飲んだための幻覚だったのか。そんなことはどうでもよかった。少なくても母はとても価値のある勘違いをした。不思議だわ。死がなくていい。私初めて竹林に吹く風が死ななくていいって風に聞こえる。マリエ、そうだよ。花が咲いちまったら竹林は全滅する。お前が死ななくても竹が死んでくれる。自殺じゃない、事故だ。ごめんなさい、お母さん。そうね、せめてそう思いましょうね。私にはユキオってとても間抜けな息子がいて、その話をいろんな人にして回らなきゃいけないですもの。死んでる場合じゃ全然ないってんだよ。皆さん、そろそろ幸男君の火葬の時間です。行きます。最後まで付き合ってね。当たり前じゃないか。俺が最後まで付き合ってときはそりゃあ大した付き合いになるってもんよ。俺だってうるさいよ。うん、焼き場では泣くんだ。焼き場では絶対泣いてやる。集中。